さんこんにちは。エコワークス代表の小山です。本日のゲストは室蘭工業大学名誉教授の鎌田紀彦先生です。先生は約40年前に北海道で日本初となる高断熱高気密住宅の工法を研究開発されました。また新住居を発足され、工務店や設計事務所と住宅建築技術の開発に取り組まれ、その工法を全国へ広められました。今回の動画では高断熱高気密住宅が北海道から全国へと広がった経緯や、九州の自治体で初めて上位の省エネ水準を設けた北九ゼッチの取り組みについても先生にお話をお伺いいたしました。ぜひ最後までご覧ください。鎌田先生、よろしくお願いいたします。まず先生、先生のご活動は室蘭工業大学の教授職として、30年、ですかね。その教授としての高断熱高気密住宅の研究の傍ら、新住居という工務店さんの組織、今800社ぐらいご指導されてきた歴史がございますけれども、でまず最初にこの新住居の概要みたいなことについてお話しいただければと思います。高断熱高気密工法っていうのは北海道で出来上がった工法なんですね。もともとオイルショックが起こってですね、昭和48年から始まったんですが、その時北海道はもうすでに断熱施工があって、非常に厚い断熱材を施工するようになったわけですね。ところが全然効果が上がらない、全く暖かくもならないし、暖房費も節約できないし、そればかりか木材が急速に腐るっていう現象まで起きて、それに刺激されて僕らも研究を始めましたけども、建材を改良したりサッシを改良したり、いろんな改良をメーカーにも働きかけていくという活動をするためにはグループがあった方がいいということで、それを作ったのが今から30年ぐらい前ですね。北海道でもそういう時代があったということなんですね。日本中の在来木造が同じ欠点を持ってるんですが、それを改良してこうすればあったかい省エネな家ができますよ、木材も腐らなくなりますよっていう姿ができて、その住宅をなんとか日本中に普及させたい、まずは北海道で、すぐもう東北、それから新潟、長野、まあ本州の比較的寒い地方の人たちがどんどんこう勉強に北海道に来たりして、そこでこういう工務店を束ねて、会員さんに対して技術情報を普及する、お互いのいい関係が出来上がってですね、今までに至っている。実はエコワークスもですね、北海道に勉強に行ったことがあるんですけれども、やっぱ勉強した甲斐があったなというのはとても思いますし、業界として取り組んでいければいいなと思います。先生が提唱されている Q1 住宅についても視聴者の方に分かりやすくちょっと教えていただいていいですか。我々が高断熱高気密住宅という言葉を作って高性能住宅を作り始めたんですが、我々は全室暖房を前提として快適性を確保しよう、でなおかつ一般住宅より暖房エネルギーを増やさずに全室暖房が快適になります、それが高断熱高気密住宅ですっていうところがスタートラインなんですよ。それで日本中の使用もだいたいこのぐらいだなというのを計算しました。地域ごとにこの Q1 住宅レベル1をまず決めて、レベル2、レベル3、レベル4まで決めたと。するとレベル4で5、6、7地域この辺の温暖地でやると、省エネ基準住宅の 10% のエネルギーで全室暖房ができますという、まあこういう経緯で Q1 住宅を打ち出しました。ユーザーさんはレベル3にするかレベル4にするか東急9にするかはまあ予算次第で、これからは太陽光発電も乗せなくちゃいけないし、いろんなこともあってお金いっぱいかかりますから、断熱であまりお金かけすぎるっていうのは僕はトータルバランスとして問題になるかもしれないなと。その辺太陽光を含めたコスト分析はもう僕らもまだ手をつけてませんので、これからやりたいなと思ってます。Q1 住宅が開発されて、レベル3がコスパを考えるとまあおすすめでご検討してみてはと、そういうまとめでよろしいでしょうか。まあそうですね。ありがとうございます。ちょっと話が
ておりますけれども、実はあの、北九州市が、昨年、北九ゼッチという独自の省エネ基準を、設けまして、九州で初めて自治体が検討してるんですけど、先生から見てこの辺はどんなふうに見られますか？一番最初にこうそういう地域で省エネ性能の基準を決めて義務付けるっていう、それに近いことをやったのは長野県なんですけど、札幌市も札幌次世代っていう7東京より厳しい基準があるんですけども、200万ぐらいの補助金が出るんですよね。だからあれも結構大人気なんですけども、今年からソーラー発電と込みにしていて、ソーラー発電も義務付けたら途端に申請がなくなったっていう、そうですね、話があります。でこれどのくらい申請が来るのか分かりませんし、補助金が、これ補助金はないんですよ。ないんでしょ、まだ、だからなきゃね何でもできちゃうんですよね。補助金出すとそのみんなの関心が集まるから評価も厳しくなる。なるほど。あるから、まあでも何でもできちゃう中でこういうことをやったのは僕すごいなと思って、これ小山さんからなんですか？いやいや、あの、まあ、実はこれは松尾設計室さんと、 あとエコワークスと、うん、あの実務的にお手伝いしたんですけど、やっぱり小山さんも絡んでるわけね。この北九ゼッチが偶然かどうかは分かりませんけど、 Q1 住宅レベル3と同じところを目指してる。でそこがあの要するにお金の分析、暖房費建設費のお金の分析をすればそうなるっていうのは僕らの分析の結果ともぴったり一致しますから、やっぱりそうなんだなという、僕らにとっても援軍だなとは思いますね。そうですね、うん、やっぱこの辺りの技術と、まあ、商品開発が、まあ、あのどんどん進んで、まあ、あの多くの工務店さんの関心ごとになればいいなと思いますし、温暖地にもこういう自治体ごとの基準が決まっていけばいいなと思います。これ鎌倉の設計事例ですけど、新宿区の会員さんが若夫婦からその設計の依頼を受けて、設計の要求条件は外観について、内装はこういう木材をたくさん使って、そういう住宅がインテリア外装ともデザイン要求がすごくあって、ね、でなかなか設計も難しかったんですけども、その会員さんはお施主さんには黙って Q1 住宅レベル2ぐらいでの仕様で立ててしまったわけですよ。そしたらお世さんはすごく満足してるんだけど、住み始めてから一番良かったことはって言うと、高断熱高気密にしてこの省エネ性能を実現してくれたことが実は一番良かった。でそのおかげでそのお世さんは全室冷房を計画してなかったにもかかわらず、なんと24時間冷房を始めちゃったんですね。それは住んでの経験で、ちょっと、まあ、会社に出勤して帰ってくると家の中暑くなってるのは不快だからつけっぱなしにしてみた、夜もエアコンつけてても別に体は不調ないから寝てる間もつけっぱなしにしてみた、そしたら電気代が全く変わらなかった、だからそのお世さんが何も言わなくても全室冷房始めたんですよね、ということがあってね、これなかなか伝えにくいんだけども、そういう世界があるんだよということを知ってほしいですね。今のお客様は最初はだから外観とかそういったことが関心事だったんでしょうけど、やっぱ住んでみられると、この高断熱高気密の、快適性、また健康へのこの、優しさというのが実感できて、やっぱ幸せ感をこう感じられる住まいになりますので、まあ、ぜひ研究していただければと思います。この動画は住まいづくりを研究されている勉強熱心なお客様にご視聴いただくんですが、先生、あの自由に結構ですので、先生からのメッセージを頂戴できますでしょうか？最近の情勢見ると、我々の Q1 住宅レベル3と同じぐらいのレベルで作ってきている大手のハウスメーカーというかいますけども、そこはめっちゃくちゃ高くて、で結局新住居の会員を探し出すっていうパターンがあるんですけども、そのローコストでちゃんと高性能な住宅は建てられますよ。でさらにそこにどういう設備をどのようにつけるか、それによって快適性っていうのは大幅に変わってきますから、そういうところをきちっと見定める必要があって、
ホームページの写真だけで見るんじゃなくて、やっぱりそこの工務店のモデルハウスを見せてもらって、実際話を聞いたり体感したり、そうしてその快適性っていうのには随分差ができるはずだというところもしっかりと認識してですね、それから基盤住宅レベル3で全室暖冷房をやると暖房費冷房費のそのかかり方もまるっきり桁違いに変わってきますから、そこのところを十分認識して、できるだけ高い性能レベルの住宅でそういうことをやってる人たちを探してほしいなと、うん、大手だから安心よっていう世界は実はそうではないよと、小さいと危ないところもあるから、そこは足で稼いでちゃんと確かめながら家を選びましょうっていう、そういうことぐらいですかね。なるほど、ありがとうございます。決してこの世界はですね、大きな会社が進んでるわけではなくて、意欲的に先取りして勉強した会社が進んでるという世界がありまして、こういう勉強熱心な工務店さんが全国にいらっしゃいますので、ぜひ見つけていただいて、まあ、良い工務店さんと出会われることを願っております。どうもご視聴ありがとうございました。先生、今日はありがとうございました。どうもありがとう。